どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドやっていきたいと思います。チャプター18の核心ですね。こちらの方やっていきたいと思いますが。だからさ、お願いやから、もうちょっとこう、ね？わかりやすい感じにさ、で、ここを降りると横ギリ、でさらに上に行ってお、ギリ、危な。で、飛んで、外れそう。船があるね。ほい。危な。下の道があった。ああ、だから。画面の切り替えがいやらしいんだよね。エド、聞こえるか？サリ、俺だ。エド、落ちろ。呼んでも無駄だ。電波が来てないんじゃな。さっきの化け物たちは来るのかな。ほぼ2発でやられるからね、こっちで、ね。いやー、出そうやな。一体何があったんだ。そう、新しい武器ですね。このポーンって音がね、結構ちょこちょこ鳴るから何なのかなと思ってるんだけど、特には気にしなくて大丈夫かな。うわ、マジか。いや、マジか。結構直線的に来たね。はい、と危ない。今来たよね。いやー、賑やかやな。で、厄介なのこいつは弾落とさないんだよね。厄介なのはね。ここが発電室だな。
さあ、発電室も到着したね。こっちか？違うね。ここでもない。これでもない。乗れるわけでもないしね。あ、動かせた。よしよし。ぐるんぐるんと。さあ、早く回せ。どうせ動き始めたら来るんでしょ、大量に。よかった。で、あとあのレバーを引けば。嘘やろ？これは抜けていく感じか？そうだね。無限脇だね。いけいけいけ。ああ。とりあえず。痛い。やぶね。そこしか行けないもんね。ね、乗って。さあ、もう一つ開いたってことは反対側も開けろってことか。いますか。おお。痛い。痛い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 。あとは。痛い。で、目の前出てくるでしょ。ほい、乗って。これでどうだ。あ、まだまだですか。つながりはしたけどさあ。おお、やばいやばい、もったいねえことした。
や、そんなんで無理でしょ。今日って日は面白くない一日だぜ。いやいや、面白い面白くないどころか。あー、これ近づいたらやられるんだろうな。どうにかしてここを出なきゃ。こっちかな。近づいている。悪魔が私に迫っている。エルドラドの財宝は呪われていたのだ。ある者が地獄の門を開け悪魔と化したのだ。部下は全員殺された。残るは私だけだ。もうこの島を出る船はない。呪われた町で私が破壊したのだ。あの悪魔をこの島から出してはならない。この最後の時、魂を神に委ねよう。この汚れた島をお救いください。フランシス・ドレイク。なんてことだ。嘘だろ。やばい、ほんとまたかよ。当たるかな。よし、とりあえず片付けた。とりあえず道はこっちではなかったということか。いや、それとも当てたっぽいね。回さんか。早く来る前に早く早く。逆か。いや、こんだけ厳重な扉いるわ。で、そこを閉めたらいいんじゃないのかな。戻ってきた。あれ？いないじゃん。聞こえるよクソ野郎。あっと、そっちにマイクはないようだな。残念だ。ふっ、ニコ、早く逃げて。エルダ、手を離せ。ナバロ君、小娘一人の扱い方も知らんのかね。申し訳ありません。次はやります。邪魔が入って失礼した。君には感謝している。ありがとう、エルドラドに連れてきてくれて。感謝しまくれ。ああ、君と君の連れが万が一変なことをしでかさないようにフィッシャーさんをもう少しお借りするが、もちろん構わないだろう。ご機嫌よ、ネイト。あえて光栄だったよ。ああ、勝ったつもりか、クソ。勝負はまだだ。
いやーマジか。いたいたいた。武装してんじゃん。開けられたか。防具の一つは欲しいね。ヘッドショット一発で狙えなくなったよね。いた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 。いたよね。M4 か。M4 よりこっちの方がなんか威力高いんだよね。あぶねえっと。意外と君しつこいね。まだ生きてる。よし、オッケー。くー。ちょっと出てきすぎ。この G 威力高いな。 M4今いたよね。すまんな。三つどもえせんだね。いいのかな俺の相手知ってて。よし、忙しい。いやいや、撃ってやったの前にさ、いやーバックな。よし、
しょまった。銃が足りねえ。OK かな。さあ片付いた。思ったら来たね。乗れ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 。違う。おー、なるほどね。うわ、しかもここから。ああ、はい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 。マジか、こっからか。とりあえず、やばいやばい。痛い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 。うぅー、やばいやばいやばい。ライフライフライフ。いやー、弾があればまだ考えるけど。問題ここだよね。あ、そっちが行けたんだね。こっち入って。さあ、なんとか逃げた。チャプター20。さあ、救出。クソ、サリー応答しろ。いたかね、伊藤。今どこだ？そっちへ向かってる。
エレナが捕まった、何とかしなきゃ。いや、今は自分で手一杯だ。教会の外で奴らに見つかっちまってな。すぐ行く。なるほど、じゃあまずは救出やね。1人目。いやー、温存してたけどね、マグナムね。あいつらちょっと強すぎるわ。チュイ。さて行くか。この真上にいるわけやね。もしかして処理してくれたかな。どこだ。威力高いね、この銃ね。そこか。いて。やつらを止めなければ、このままじゃ大変なことになる。何のこと？詳しくは分からないが、あの像がここを滅亡させたんだ。ドイツ軍も殺された。おいおい、何だって？時間がないんだ。とにかく教会に行かなくちゃ。怒ってますね。教会？こっちだっけ？いや、こっちは図書室か。いやー、いまいち。マップがないとね、どっち向かってんのか全く分かんなくなるよね。これでいこう。いや、図書室だったような気がするんだっけ。
ほんとどこにでもいるな。おい、よし、おお最高、手榴弾だ。さあこれで あのグレネードやばいよね。力スナイパーで撃てるってやばいよね。落ちたね。よし、確かに強いけどっていう感じだね。それだったら殴ってそれちょうだい。ん？後ろか。マジか。えいお願いだから丸ボタン押したら反応してほしいな。よせ、ね、後悔することになるぞ。こいつらに祭壇の真下に秘密の通路があるはずだ。ふう、いやさすがに強すぎるって相手マジで。ちょっとショットガン借りていこっかな。さあ、祭壇の下に秘密の通路と、これはぶったまげた。さあ、降りて、お、チャプター21、財宝と棺。チャプター21ということで、
フランシスキョは高尾島に留めたかったんだ。島の外へ出したくなかった。なんだって？多分呪いがかかってる。あ、ネイト、バカ言うな。わかる、バカげてるだろうが、とにかく信じてくれ。まあね、あんな状況見たらね。サリー、あそこ行く？あの地下行ってみる？やばかったよ。そう、特にはなしと。とりあえず地下に行く感じだね。おい、見ろ。はあ。そろそろ学習できたんじゃないかね。私に歯向かうなど無駄だ。武器を捨てなさい。さあ捨てるんだ。お遊びはここまでとしよう。お嬢さんの命がどうなるか。よろしい。しばらくおとなしくしてくれたまえ。少しやることがある。実に素晴らしい。まさに芸術だ。これほどのものは見たことがない。外もですが中がすごいんです。本物のエルドラドの秘宝にご対面を。さあ開けて。最低だぜ。見てろ。お疲れさん、ボス。爪が甘かったかな。ネットを下げろ。ネットを下げろ。ナバロ、そいつのせいで島全体が絶滅したんだ。何してるか分かってんのか。もちろんだ。この島の全てを把握しているのは俺だけなんだよ。早くゾウを詰め。傷つけるな。バカな奴らだ。お前らにはこのゾウにどれだけの価値があるか、どれだけの力があるのか、わかるか。よし、上げろ。なんだあれや。おい、なんなんだってば。最初のやつは島に残ってたんだ。もしあれが島から出たらヤバいぜ。いけないと。ここから援護する。さあ追っかけるぞ。と言っても、待って待って、うい、いてぇ。ショットガン、ショットガン苦手なんです。いや、援護してくれるっていう割には打たないよね。はぁ、あ、やっぱダメだ、味方信じてはいけない。あの野郎、この野郎。一難去って一難だね。まったく。
ナイスで、今度やろう、笑いやがって。まあ勝てえな。次こそ。行くか。あそこだ。やつはあそこ。こっちだめ、こっちだめ。よし。いや、普通に強いよ。ナイスやね。船の上か。さあ、ラスボス戦という感じかな。はやっ銃がさ、そうだそうだ、間をよこせ。いやー、玉切りもだけどさ。あー、当たり判定なし。あー、とことん邪魔してくるからもう倒すしかないね、こっちとしてはね。やば。あー、したと思ったんだけどな。はい、はい、痛い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 。逃がさんぞ。それはちょっと。
いやー、ハンドガン欲しいな。ハンドガンやっぱ精度が高かったんだね、こうやって使ってみるとね。もう逃がさないぞ。やばい。あ、銃が。あ、クソ、なんだよ。早い。オーケー、覚悟しろ。よし、死んでもらうぞ。よし、武器なんぞに頼りやがって。さあクリアですね。エレナ、エレナ、大丈夫か。エレナ、頑張れ。立てるか。頑張れ。おい、無事か。気をつける。さよならだ、クソ野郎。世界を救うべく悪と戦った。マジで大冒険だ。そうね。でも惜しかったな、あと少しだったのに。あの、それなんだけど、これだけはなんとか守りきったわ。はい、これ大切かなって思って。ありがとう。ちょっとそこ、もしかしてブチュットの気分かな。サリー、うわあ、おい、血だらけじゃん。他のやつよりはマシだ。船を持ってきたぞ。あら、船ならあったけど。ああ、しかもでかい。あら、こっちがいいけど。サリー、お前ってやつは全く最高だぜ。地元の海賊さんたちからちょいといただいちゃった。いやー、サリーちゃっかりしてたね。番組撮れなかったな。ああ、いいの、次の撮るわ。誰かさんのガイドでね。そりゃ完璧だ。はい、ということで、アンチャーテッドエルドラド編クリアですね、という感じで、だいたい何時間ぐらいだ、エルドラドの秘宝は。あの、多分ね、6、7時間、7時間ぐらいかな、7時間取ってないね、多分それぐらいになるかと思います。ね、あとは黄金とってケータ戦団と、砂漠に眠るアトランティスがあるので、まあ、こちらもね、また次回やっていこうかなと思いますね。それも楽しみにしていただければなと思います。まあタイトル変えちゃえばね、すぐできるんでね。ああ、ね、だいぶやっぱ映像が変わってるね。これもこれでちょっと楽しみですね。ということで、まずはエルドラドの秘宝編、ありがとうございました。次回はまた別のものをやっていきたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。
それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。